どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、毎月29日はですね、ANA ね、感謝の日ということで、ANA Q ね、開催されているわけなんですけれども、ANA Q のね、全体的な発表がね、ございましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、こちらね、ANA Q公式サイトになるわけなんですけども、10月の29日、24時間限定でね、開催されます。で、今回ですね、なんと、ANA スーパーバリューセールがですね、こちら年末年始に合わせたね、特別セールが、開催されるんですよね。で、またね、減額マイルキャンペーンも開催されるっていう風になりますんで、いつもね、どちらかだけなんですけども、今回ですね、両方ともね、開催されるっていう風になりますんで、非常にいいですね。で、またですね、それ以外にもですね、ANA Qね、いろいろ開催されるわけなんですけども、ANA のね、ダイナミックパッケージ、ANA トラベラーズ、海外ダイナミックパッケージ&海外オプショナルツアーということで、まあ、こちらがね、開催されるわけなんですよね。で、またね、ANA トラベラーズダイナミックパッケージもですね、1名以上から使えるクーポン利用ということで、こちらが開催されるわけなんですけども、ANA はですね、別にね、5周年キャンペーンでツアーマイル5倍キャンペーンっていうのを ANA トラベラーズ5周年記念としてダイナミックパッケージ国内外利用するとツアーマイル5倍がもらえるキャンペーンもね、やっているっていう風になりますんで、このタイミングでですね、この ANA ダイナミックパッケージを利用していただくっていうのもですね、結構おすすめっていた感じになります。で、こちらじゃあね、期間がですね、キャンペーンエントリー期間が10月の23から11月の30日、対象予約期間が10月の23日から11月30日、出発が11月の1日から2024年3月19日ということで、かなりね、大幅な期間がやっておりまして、火、水、木、出発限定っていう風になってるんですよね。そうするとツアーマイルがね、5倍もらえるって言った形になります。で、ちょうどね、こちらの出発期間もね、被ってるっていう風になりますんで、こちらもね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらのキャンペーンはですね、今回のタイミングで利用していただくっていうのもですね、かなりいいのではないのかななんていう風に思います。で、このね、ツアーマイルがね、このキャンペーン5倍貯まるわけなんですけども、まあ、ツアーマイル何ですかっていう方もね、中にはいらっしゃるかと思いますんで、簡単にね、解説させていただくと、このね、ANA トラベラーズっていうのをですね、国内外、利用していただくとマイルが貯まりますということで、ダイナミックパッケージ、羽田、那覇発2泊3日、1名様6枚のツアーに参加した場合、6万円の、100円につき1マイルがね、貯まるっていう風になりますんで、6万円利用していただくと、100円で1マイルということで、600マイルがね、ANA マイル貯めることができるって言った形になるんですよね。で、今回ね、こちらが5倍になるっていう風になりますんで、まあもしね、6万円のを利用していただければ3000マイルがですね、獲得することができるって言った形になります。こちらもね、結構おすすめっていう風になっておりますんで、ぜひね、こちらも覚えておいていただきたいななんていう風に思いますし、こちら参加される方はね、エントリーが必須になっておりますんで、こちらね、エントリー忘れずに利用していただければなと思います。概要欄にね、公式サイト貼っておきますね。ではね、今回の ANA Q ですね。残念ながらですね、減額マイルキャンペーンは当日お楽しみということで、搭乗期間は12月の1日から12月の26日までっていう風になります。こちらね、対象路線に関してはね、まだね、発表されておりませんので、もしね、前日か前々日ぐらいにね、発表あると思うんですけども、もしね、めちゃくちゃ良さそうみたいな感じがあればですね、ちょっとね、解説出したいな、なんていう風に思います。で、今回のね、ANA スーパーバリューセールね、年末年始に合わせた特別セールということで、ということでこういった形になっております。国内線航空券お得に予約ということで ANA スーパーバリューセール便限定29日ご予約分限定で ANA キュンがね開催されるっていった形になります。で、10月の29日がですね予約分っていう風になっておりまして、セール期間が2023年の12月の27日から2024年1月4日搭乗分がセール期間っていった形になります。まあここのね航空券が、まあ、今回ね対象の搭乗期間っていった形になります。で、主なね、路線ということで、まあ価格はね、こういった形になっておりまして、こちらね、年末年始の価格っていう風になっておりますんで、価格的にはですね、かなりね、いいのではないのかななんていう風に思います。これね、普通に押すとね、今の運賃がね、見れるようになってるわけなんですけども、12月の27とかね、普通に購入すると、まあ、スーパーバリューとかね、一番安いのでもあってもね、2万5千円ぐらいね、するっていう風になりますんで、まあこれがですね、まあ対象路線であればですね、9800円で利用することができるように見えますよね。はい、ということで、こちらね、最初見た時にですね、東京札幌9800円往復、年末年始にと思ってめちゃくちゃ安いじゃないですか。でね、これ、クリックするとね、東京、
からね、札幌路線のね、あのスーパーバリューとか見ても2万4000円ぐらいするんで、まあ、これがね、今回のキャンペーンで9800円で利用できるんだったら、めちゃくちゃいいなと思ってですね、こちらね、あの公式サイトの下の方にね、対象運賃のね、あの期間の詳細運賃っていうのが出てるんですよね。で、こちら見ていただくとですね、先ほどね、東京、札幌ですね。まあ、スーパーバリュー55で 24,240 円でね、出ているわけなんですけども、ではね、12月の27、今回のセールで見ていただくとですね、はい、対象外ですね。はい、ということで、今回のね、この ANA キュンのね、対象路線のセールなんですけども、まあ、基本的には東京からどこかに行くっていうね、あの、キャンペーンじゃない風に思っといた方がいいですね。ですので、まあ、札幌に住んでいる方で東京に遊びに行くみたいな、まあ、こういった方はね、あの、利用することがね、できる、またお得にね、利用することができると思うんですけども、帰省とかでですね、あの、利用する方は、まあ、基本的にですね、このキャンペーンは乗れないんじゃないかなっていう感じですね。ですので、東京から札幌とかね、12月の27日から、まあ、1月4日までね、今回セール期間なんですけども、帰りは、あの、出てるんですよね。ですけども、行きはね、全滅っていうかね、あの、セール外になっていて、逆だったら利用できるんですよね。だから、札幌から東京に行く方は、9800円でね、12月27日行って、まあ、1月4日にね、東京から札幌ね、帰っていただくみたいな。まあ、そういったこともね、あの、できるんですけども、東京に住んでいて、札幌に帰省するみたいな方は、残念ながらですね、利用することができないっていう風になりますんで、まあ、12月31日だったらね、まあ、ちょっとあったりするんですけども、まあ、12月31日はもう向こうにいたい人がね、まあ、多いかな、なんていう風に思いますので、まあ、この12月の27、28とかでね、利用するっていうのは、まあ、今回のセールではですね、利用することができないっていう風になっております。これね、東京、札幌だけかな、なんていう風に思ってたんですけども、まあ、東京、大阪もね、あの、そういう風になっておりますし、まあ、各方面ね、あるんですけども、福岡路線などね、12月の27、28とかであったりするんですけども、本当にね、少しの、だけね、対象便があるっていう風になりまして、まあ、どこのね、あの、エリアもね、こんな感じになっておりますんで、先ほどもね、言わせていただいた通りですね、今回のキャンペーンはですね、まあ、帰省にはね、ちょっと利用することが難しいかなっていう感じなんですよね。まあ、どこのエリアもですね、まあ、たまにね、こんな感じでね、入ってたりするんで、まあ、あの、検索だけはね、このページ、あの、公式サイトが見れるようになっておりますんで、まあ、見てはね、いただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、基本的にね、結構対象外になっているところがね、多いっていうふうになりますんで、まあ、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。いや、最初ね、公式サイト見てね、もうどこでもこんな感じで利用できるんだったらめちゃくちゃいいなと思ってたんですけども、あったとしてもね、対象日はかなり少なめっていう風になっておりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、運賃はね、まあ、最低価格はね、この運賃になっているわけなんですけども、まあ、PFC ね、旅客施設使用料ね、設定されている便に関しては、まあ、これにね、プラスしてこの PFC ね、かかってくるっていう風になりますんで、まあ、この点もね、覚えておいていただきたいのと、 ANA スーパーバリューテールは、座席にはね、限りがあるっていう風になりますんで、座席がね、なくなっていくとね、この価格ではね、購入することできなくなっていきますので、まあ、この点もね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。まあ、そんなところですかね。一応 ANA モールね、最大 50% オフキャンペーンもやるみたいなんですけども、ちょっと内容が全然わかんないんでね、もしかしたらいい商品がね、あるのかもしれないですね。まあ、こういった形になっております。ということで今回ですね、ANA 感謝日、速報で解説ね、出させていただいたわけなんですけども、まあ、今月に関してはですね、年末年始のスーパーバリューセール、またね、減額マイルキャンペーンも来るっていう風になりますんで、非常に楽しみですよね。はい。まあ、ちょっとね、減額マイルキャンペーンね、対象路線がどんな感じになるのかね、あの、気になる部分ではあるわけなんですけども、またね、詳細出ましたらですね、動画のコミュニティ欄か動画ね、作りたいな、なんていうふうに思っておりますんで、そちらもね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。